ヤッホー一部、どうもなきです。さて今日はですね、ちょっとね、この間、僕 YouTube で質問いただいて、キムタク好きな仕草あるかっていうのを聞かれて、それを答えたんですよ。で、その動画ね、好きな仕草あるってみんなにも聞いた動画があるんですけど、先週かな？先々週か忘れたけど、の動画で、ある程度僕も、まあ見てたつもりなんですよ。いろいろとね。見てたつもりなんだけども、まあみんなコメントしてくれる人みんな見てるね。ちょっと変態レベルで見てるわと思った。見てるっていうか、なんかよく「あ、そうね」って、俺も「あ、そうね」っていうのもあれば「マジそこ？」みたいなすごいところを見てる人たちもやっぱいた。なのでそれをね、ちょっと見ながらね、ちょっとね紹介していこうと思うんですけど、結構ねいっぱいあったんですよ。で、この質問くれた方ね、こう歩き方と目つき、歩き方ってどうだろうね。キムタク確かに歩き方、そうね、確かに歩いてる時ってなんかこう、まあ、堂々としてるイメージだよね。胸張ってるイメージはある気がする、俺。なんかね、はっきりしてる気がするんだよね、キムタクって。俺のイメージね。目つきはこう、なんかわかる気がする。これ男性だと思うんだよね、これ多分。そう。歩き方の目つきあるのは多分男性だと思うんだけど、目つきはなんとなくわかる。なんかね、ぽいなっていう感じで歩くんだよ、ただ単に。こうやって見るでしょ、キムタクみたいな。なんかわかんないんだけど、なんかこういう風に見るでしょみたいな感覚を自分の中で決めて歩くの。ただそれだけ、多分。ただそれだけなんだけど、それが結構楽しかったりする。全くもって誰にも分かんないんだけど、でもそれをやるだけで楽しいっていうだけ。まあ語りが好きって言ってくれることもいるんだけども、まあそれはありがたいよね。もう喋ってるだけなんだけどね、俺ね、本当にキムタクのこと喋ってるだけで皆さんが見てもらってるだけなんだけども、まあみんなとね、こうコメントを介して会話できることだけでも楽しいです、僕は。はい。で、椅子に座ってる時の足の形が人と違う。足先を真横に開く。あるかな。なんかある気がするか。こう、確かに。座ってる時の足、まあ、足組んでる時とかもやっぱこう、ちょっと伸ばして足こう、シュッと見えるようにしてんのかな、あれ。疲れた時のガニ股っぽい感じのあれも確かにあるね。確かにある気がするね。足開く。で、その答えに対して、そう、なんかね、言ってたらしいよ。徹子の部屋の時に、バレエの5番の足、俺ちょっとよくわかんないんだけど、5番の足っていう。で、それとは、多分こう、バレエってさ、こう、キュッてこう、開くじゃん、ピッて。こう、なんつうの。こう、普通こうだけどさ、足、かかとつけて、こう開くのかな。こうね。そう。多分さ、そういうなんか開き方、なんだろう、あるんだろうね。こう、柔らかくするとか、なんか。多分そういうのをしてるんだと思う。でも、これを見てるの、すごいよね。そういう細かいところに気づくのってやっぱり、なんだろうな、女性なのかわかんないけど、見るところのポイント。多分男はこういう歩き方とか目つきとか、多分こういう方なの、多分ね。そう。ただこういう細かいところやっぱ女性らしいところなのかなっていうのは、なんかコメント見るだけでもなんとなくわかる。別にその特定するとかじゃなくて、なんとなくそういう方が見てるから、こういう、見方できてるのかなっていう気はするよね。はい。まあ次はこの木村さんの仕草で好きなのは、人と話す時の目力と言葉のセンスだと。TPO をわきまえて普段は飾らないのにイベント等では紳士になって、まあすごく丁寧に共演者をしっかり立てて、観覧者には感謝を何度も口にして謙虚なところ。一番の魅力は目の使い方。やっぱ目の使い方、やっぱみんな見るんだろうね。目の使い方、なんか、そう、わかる気がする。なんか目の使い方、なんかはっきり見るよね。人を見るじゃない、ちゃんと。それをね、俺もね、心がけるようにしてんだけども、常に人と話すときとか誰かに伝えるときって、その人を見るっていうことって、やっぱすごい、大事なんだろうなとは思う。なんか別になんか、訴えてるとかではなくて、伝えることが 100% 伝わりきらないのかなって思っちゃうから、だから見る。自然と見るんで、それは勝手に。うん。まあ確かにその普段のイベントとかでもさ、紳士になったりとかさ、共演者とかともすごい仲良くしたりとか。うん。まあ TPO を諦めてるっていうのはやっぱり大人だよね。やっぱしっかりしてるし、その場面を見てるっていうのもあると思うから、やっぱその辺も、やっぱ見られてるっていうこと自体が素晴らしい。うん。もう俺にはちょっと、もちろんそうなんだけど、それを言葉にできてるぐらいすぐ見れるっていうのは、やっぱりファンならではだよね。では思う。うん。はい。で、このちぐさじゃないけども、その木村拓哉さんは、もう知り合った人の名前を名字ではなく、下の名前ね、うん、呼びしてますねって。うん、距離を縮めてる感がいいと。うん。これわかる。共演した人って結構下の名前で呼ぶよね。今回のさ、竹内くんもだ、龍馬があって、インスタとかでも言ってたけどさ、その距離の縮め方って多分後輩とかからすると、死ぬほど嬉しいわけよ、多分。特に、まあ、女の子に、女性に対して、なんか下の名前とかでバーとかって、何々何々って言うとちょっと失礼だし、まあ、ね、あれかもしれないけども、男に対しては、まあ僕は嬉しいよね。もしそんなのだったらね。うん。やっぱ後輩とか、共演者から、うわ、木村さんだって言って、下の名前で呼ばれるとやっぱ嬉しいよ。それって別に、キムタクじゃなくても嬉しいと思う。そういう上の人から、そういう風な形で呼ばれるって。うん。まあ、もちろんそのね、人との関わり合いとかその人の性格もあるかもしれないけども、そういう風に呼ばれることとかっていうのはやっぱりすごい、うん。まあ、認めてくれてるっていうか、やっぱ今日、なんだろうな、距離がぐっと縮まる感じがするから、それを分かって多分言ってると思うんだよね、キムタクも。それはすごい嬉しいと思う、後輩にも。めちゃくちゃありがたいと思うし、一気になんかこう、多分男でもキュンとなるんじゃないかなと。俺個人では思うよ。うん。はい。で、次、よく見てますねって言われて、ロン毛の髪をかき上げるところかっこいいよねっていう。まあ、確かにかっこいい。まあ、長い時で食って、こう、なんかライブとかでもふってこう振り向いたりさ、ふわってこう上げてカメラ目線とかもかっこいいし、俺これくらいの時もかっこいいね。若者のすべてくらいの時の長さのかき上げる、若さのある、張りのあるこの髪質で、こうかき上げてる時の、髪質好きだから、ロンバゲとかもそうかな。なんか辺とかもかき上げたりとかできるじゃない。最終回ぐらいの時って。モコモコモコってしてて。うん。あれもかっこいいよね。わかる。うん。時に決めたくもかっこいい。辺の中でのやっぱ書き上げるのって、まあ、かっこつけよりもかっこつかないわけよ、あれって。男で。俺長い時も、うん、まあ長くしてた時もあったけど、まあね、なんないよ。うん。まあ、かっこよくなんない。普通に考えて。木村拓哉だからこそだよね、あれは。だと俺は思う。うん。はい、ね、含み笑い。わかるわ。とかってやるところでしょ。めっちゃわかるよ。わかる。これあるね。あるあるだと思う。うん。なんかこう、スマスマの時もそうだし、なんかこう食べてたりとか、なんか誰かがいた時に、とかさ、で、こういう風にこうやって向く時あるじゃん。これわかるよ。めっちゃわかる。君だけやるよね。わかるわ。この時なんかこう、こっちも、んって笑顔になっちゃうよね。これわかるよ。めっちゃわかります。この一言でこれを伝えられるのはめちゃくちゃすげえわ。うん。はい。車のハンドル握ってる時とタバコ吸ってる時の手の血管。これやばいでしょ。よう見てるね。タバコ今何吸ってんだろうね。まあずっと吸ってると思うけど、タバコ吸ってる時の手の血管ね。こういうとこってことでしょ。こういうとこに出る血管ってことでしょ。多分ね。出る血管の方だと思うけど。まあ車のハンドル握ってるところ、まあそうだね。インスタとかでも車乗ってる時とかあるけど、まあ、ね、動画っていうか、ドラマとかでもあったと思うけど、うん。3択とかでもね、まあもちろん毎回乗ってるから、あれだけども、まあかっこいいよね。キムタクはやっぱ、車とタバコってなんかセットの気がする。でも、なんかもう昔からしてるとね、なんかもう絶対それなんかペア。うん。それしててもなんかいい香りするもんね。っていう話を聞くじゃない。実際にいい匂いするか知らないけど、俺はね。うん。でもいいねするんだろうなとは思うけども。うん。昔なんかね、キムタクの使ってる香水はね、俺ね、20歳ぐらいの時に買ったんだよね。なんだっけな。20歳、もっと前かな。高校生ぐらいの時か。なんかね、その当時かどうか忘れたけど、セクシーボーイっていうね、香水があったのよ。なんか安いのよ。それを使ってたかとか知らないけど、なんかそれを噂で聞いて買ったんだよね。うん、1回。それ使ってた気がする、高校生の頃。うん。安いのに、何千とかで買えるのよ。うん。で、それつけてたね。もうその後はなんか、そうだね。キムタクが今何つけてるか知らないけど。うん。俺なんか、それ、セクシーボーイ使って、もうほとんど使わなくて、どっかで俺、キャロライナ・ヘレナの、こうね、なんかいくつかなんかカプセルみたいなのもあるんだけど、なんか俺はね、こう瓶詰めみたいな感じの、があるんだけど、それをよく使ってた。使ってて、それ20代の頃。うん、20代のめちゃくちゃ若い頃。うん、アシストは20前半とかかな。で、もうどっかでやめちゃって、多分。で、多分10年ぐらい前に、ディオールのを1個買ったのよ。なんだっけな、その時。なんだっけ。サボージュみたいななんか、青いね、なんかあったんだよね。10年ぐらい前だと思うわ、確かあれ。たまたま渋谷の西部に行って、なんか出たかなんかで、お、いい香りじゃんって言って、2回くらい買ったのかな。忘れたけど。うん。まあちょっとごめんなさい。余談ですけど。うん。それ以降はもうつけてないね。うん。もうめんどくさと思って。うん、なんかそういう匂いはちょっともういいかな。なんかいいかなっていうか、なんかいいのがあればいいけど。うん、まあいいかっていう感じです。で、これね、みんなわかると思う。これ。アイスを食べるときにスプーンをくるんって回すの。僕もよく真似してますね。これはむっちゃくちゃね、盲点だったけど、もう、わかる。やってる。こう、食べて、こう反対にして、って出すときね。って。出すよね。キムタク出すのよ。出す。あれめちゃくちゃやるよね、キムタクアイス。ね、キムタクアイスなんかさ、絶対食べるって言わない、夜。そう。俺ね、でもね、毎日は食べないのよ、アイスって。いや、アイスは嫌いじゃないんだよ。嫌いじゃないけど、あ、キムタクなんかさ、剛君とさ、木村さんの時もそうだったけど、昔からなんかアイスを絶対食べるって言ってんだよね、夜。そう、あ、アイス食べるんだ、みたいな。だからなんかしらのアイスだと思う。だからそのスプーンのなのか、まあ、持って食べるのかわかんないけども、アイスのこのクルーンは、スプーンのクルーンはめっちゃ、スマスマの時もそうだけども、めっちゃやってた。これめっちゃみんなわかると思う。あったね。うん。いや、めっちゃみんな見てるなと思って。もうこれ、まあ、今現時点ではこういうコメントがある。まあ、これからコメントももらうと思うんだけども、まあ、現時点でこういうコメントあるので、まあ、みんなね、よく見てるなと思って。うん。これあるわ、あったわっていうのがあって、まあ、僕もね、いろいろ見てたけども、やっぱり、いいんだよ。みんなでこう共有して、あったねってこう話してるのが楽しいから、もうそういう中のYouTube でこう楽しくやっていければ、僕はそれだけで楽しいです。うん。なので、まあ皆さん、いろいろと、ね、なんか面白いことあったら、またコメントしてもらえたらありがたいなと思うので、ぜひ、よろしくお願いします。バイバイ。